お疲れちゃんです、ラットです。今日ですね、こちら支援隊の朗読ゴールないおじさんガータンやっていきたいと思います。ってことでですね、もう帰ってきましたね、支援隊朗読が。もう一時期お前入りすぎやろっていう、強すぎろっていうぐらいね、使われてた、支援隊朗読がですね、なんと施設のごぼうりとかをね、抜いたヤタル LSP ゴルネ型っていう、ちょっと特殊なね、形になって今帰ってきてます。で、今は世界6位か、ですけども、昨日はね世界1位、昨日か一昨日かな、世界1位取ってました。この人ね、支援隊朗読使いの方です。はい、ということで、今日はこちらでねやっていきたいと思います。支援隊朗読の施設がないので、これまたね、なんだろうな、ゴレとかちょっときつそうみたいな思うんですけども、気合でやっていきましょうか。多分施設がないなくてもいい理由の一つとして、そのエレジェイですね。もうエレジェイが7コスになって情報かと思いきや、そこそこの下方っていう、事件で、エレジェイってね、施設ないとマジでやばいと思うんですけど、こうなると別に施設がなくてもいいっていうね、話になったんだと思います。で、これだけ多分きついんじゃないですかね。これだけきついけど、あとは本当ホグとかコアツとか全てに対しては、やっぱ高回転ゴルナイですね。もう高回転支援隊ロフグゴルナイが強いんじゃねっていうので、こう一旦走って、エリゴレとかはね、もう真っ向勝負だと矢のメタルババでこれ止まんないんですよ。どっからどう見ても止まんないので、もうこんな感じ、いちいち交換しながらの、金がおられないように、ヒーラーだけね、ホバでしばきたいよねっていう。ホバ裏切り。でもそれはそれでいいか。エリババ追加とか来んのかな、わかんないけど。よいしょ。さあ、で、ライドラだけだったら、言うてそんな大したことはないよねっていう風な守り方ですね。多分ゴレとかにもこんな感じでね、一時交換しながらの、この後の攻めでね、こっちがキング狙うのかどっち狙うのかみたいな感じだと思います。で、ここは一旦ね放り投げておいて、ザッピーと親衛隊で回収かな。やっぱね、親衛隊ローグってなったら施設がすごい欲しいと思うんですよ、ゴルナイがね。そう、けど最後なしでもいいって。いやー、ここはもうね、気持ち許容してカウンターでみたいなとこあるっすよね。どっち行くかっすよね。キングもワンチャン狙いながら行きたいな。ライドラ持ってるっすからね。このホバがね、結構うざいんじゃない相手。で、エリババ、これめっちゃいいわ。キング行こう。で、いい防衛すんな。で、もう一回後ろからザッピーかな。結局大事なのは、この後ろからザッピーで入ることっすね。しっかり。後ろからザッピーで入って、しっかりね、親衛隊とかホバで回収していく。ケツザッピーをね、やれるかやれないかみたいなとこあるっすからね。親衛隊ラフグの、そう、うまい下手は。さあ、で、ここはもう無理やり一本取りに行きつつの、ライドラを先に芝居来たい。で、インドラ来たら、LSP があるのと、ザッピーが応援に来てくれました。ありがとう。いいですね。で、もう気づけば折れそうですね。で、しっかりまたザッピー出してもいいですし、っていうので、なんだろうな、後ろからザッピー支援隊、ザッピーホバ支援隊、ザッピー支援隊、これはね、定期的に繰り返すようにしてください。OK。なんで、高回転、気持ち高回転になったので、施設がなくなって、LSP をやたる。言ったら、ファイブが矢になってるもんなのか。そう、なんで、枯渇とか、なんだろうな、オールブレイカーとか、小物関係にはすげえ勝ちやすくなった気がしますね。あと、スケラとか。そう、もともと支援隊ランク、スケラもちょっときつかったんですけども、LSP アタルなんで、結構マルチ寄り編成かな、矢の雨っていうのは。マルチって本当高回転が多いんですよ。そうだから、その高回転に対して戦えるように、なんかね、小物用に強くなったというか、いじられたって感じかな。だから、矢の雨はもう、ぶっちゃけ5でもいい気はするけど、嫌なんでしょうね。で、さ、こういうのも一回置きます。今、ロイフグ行っても、もし逆サイでボーラーとか持たれてたり、スケルトン部隊持たれてたら、マジでね、豚がただのマジでブーになっちゃうんで。で、今回の相手は、キョロイとか、っぽいですけどね。さあ、ライトニングの、ロイなのかわかんないけど。さあ、で、ライト使ったし、トリトンもいないので、ここはセパロイフグはね、いいと思います。で、ヤナメだけでも打っとくか。たまたまいいヤナメ。さあ、墓石ウッドの LSP のロイですね。
スケキンロイ平均コスト 3.8、グローバル大会1個前のかな、めちゃくちゃ使われてた、使用率一番高かったロイです。うん、まあでもロイライトなんで、まあウッド削りされるぐらいか、あとはザッピーゲーだと思ってください。だからこれも一生ザッピー、ゴルナイ、ホバー、タルババ、LSP で回しとけばぶっちゃけ負けないんじゃないっていう、なんか親衛隊ロイフグとか、なんだろうな、他のデッキでもそうなんですけど、攻めると負けるデッキが意外とありますね。うん、攻めない方がいい、これです。ロイフグも、まあ、刺さるときはいいんですけど、基本的には飛ばさなくても多分ある程度戦えるんで、うん、よいしょ、飛ばさなくていい、ロイフグをね、よいしょ。でここはザッピーが回るんでね、すぐロイ用に回してあげて、一生この4枚とか5枚で回しとけばいいんですよ。そうそう、で相手がなんだろうな、きつそうというか今だろうっていう見つけた時、行ってみますか、一旦行ってみます、今だろうっていうか。でここにハンター来る、あー俺ハンターが来ない、これいけそうです、いけそうですけどね。横にハンター置きたい、置いた瞬間は、いやーこれヤナム打ってよかったな、絶対打ってよかったですね。僕はもうザッピーがいるんで、ザッピーに絶対的信頼を置いてるんで、よしよしよし一生ザッピーいっぱい出しておけば負けねえんじゃねっていう。いやハンターとかいるんで、ここはな、何もつけなくても良さそうだけど、あでスケキン咲いたらロイフグの受けきついんですよ。で墓石でね受けてくるんで、このホバですね、これハンター咲いてるタイミングのこのホバ追加がめちゃくちゃ相手苦しいよって言ってますね。でここ芝居とかで、もう一回後ろからザッピーとかできるんで、もうこれを無限ループすると、なんだろうな、特別攻めてるわけではないんですけど、相手はねもう攻めるタイミングがないっていう。よいしょ、いや新鋭手出してもいいけどな、別になんか出さなくても出さない方が負け筋拾わないみたいなとこはありそう。さあ、おゴルナイでハンター咲いたから逆性ホバ追加、うーんでライトニング使ってくれる、めっちゃいいねこれ。相手ビビってんだよな俺のホバに。施設がないけどロイに対してここまで戦えるのは結構熱い。でなんかまあ無理したくないならヤナーム削りとかもあり、なんか親衛隊ザッピー組むだけ強そうっちゃ強そうなんですけど、やっぱちょっとだけ怖いみたいなとこはありますからね。うん、相手そこにさ使ったら結構ドヤンキーじゃない。あーやばい、コストが漏れてます。ガチそれだけもったいないですね。で右と左どっちか来そうですね。さあ来たのは右、 LSP とかで耐えながら、お待って、めっちゃうまい、待ってやばい、入ってる、ガチやばい、やばい、耐える、耐えたい。いやちょっと早かった、いやでも入れ、ダメージ入れ。ザッピ出して、これライトニングじゃ追いつけねえな。いやライトニングとか行ってこい、ブダ走れ、お願い勝ちたい。おおでも勝った、ナイス、危ねえ。さあ最後はちょっと相手の攻めうまかったな。ザッピー飛ばすライトニングとホバ飛ばすライトだったっけ、いやホバ残ってたっけ、まあ覚えてないけど、まあ、ちょっと危なかったですけど、まあ施設なくてもロイに戦えるっていうのは結構熱いっすね。さあ来た、いやマジでだから高回転引けると熱いっすよね。枯渇とかもうそういうの引きたいね、迫撃小物とか、小物だけ引ければもうなんか逆勝ち角、支援努力今まで巻き角とかだったんですけど、迫撃とかはねやっぱ使ったんですけど、この方になれば勝ち角です。いやー枯渇引きたい、もうこの時点で違うけど。さあ墓石ゴレかスケラか、なんだろうね、まあゴレかスケラかワンチャンのエレジーか、エレジーマジで見ないけどな今シーズン。うん、さあ基本的には無理せず行きたい。あーこれゴレっぽいな、いやゴレですね、ゴルナイゴレちょっと強いんすよ今。
ゴルナイが強いんですよね。で、暇なんでこういうのは柳雨とかでカード回しとかしてあげてね。うん。で、ホバとか残して、ちょっとちょっかいかけてあげます。これをまあ無限に繰り返すと、これだけで勝てそうっていう。うん。で、墓石。まあ、ザッピーからでもいいけど、墓石に対してホバが強いので、飛んじゃいます。あ、違う。つけら、なんでゴルナイなのに。いやー、ちょっとわかんないな。遅延スケラーだけど、ゴルナイ好きすぎてゴルナイ入れちゃったとか。いや、マジでわかんないっすね。結構ガチでわかんないっすね。なんでこれ。さあ。まあまあまあ。無理せず頑張ってもらって。いやー、わかんないね。スケラーっぽいけどね。あー、スケラでしたね。さあ、まあここは頑張ってもらって、いや、いいね。ヤタルエリスピーがちょっと使いやすいね。スケラの受けにもいいということで、今回のネタはスケラでした。で、ここは最後キング起動されるんですけども、息毒っすね。アイウィズだったら転がします。あー、ゴルナイか。まあ相手のサイドの逆行きたいんで、基本的にね。さあ、ザッピー、ゴルナイ、で、ここトルネが来ます。来なかった。いやー、待って、めっちゃ入ってんだけど、めっちゃ入ってんだけど。さあ、相手のね、攻めと、攻めに対して防衛をしながらね、なんかタイミングを合わせてね、同時に攻めることによって相手のコストがなくてブーストするゲーミングです。ナイス。さあ、画面端の小勝を引きたい、よろしく。クロスとかにもいいのかな、どうなんだろう。高回転とホバタル支援隊良さそうな気もする。さあ来ました。スパーキーですね。で、スパーキーとかに対しては、できるだけケツから足遅いユニット出したいんですよね。施設がないので、ちょっとだけ厄介かもしんないけど。さあ、ゴブジャイ来る。間に合うかな？間に合いません。やばい。間に合わないの結構渋いんですけど、いや、言うてたな、なんか。めっちゃ頑張ってる。これは、エレスピとタルで気合で耐えたい。痛い。いや、でも、俺の左が入ってるんで、許せ、サスケ。許してくれや。耐えです。いやー、すんごいね、気に入ったな、また。ステキン、スパーキー、コウモリ。サーカスデッキだな。いや、これさ、逆サイって良くないっていう話なんですけど、ネードが来そうですね。トルネードが。まあ、一旦受けから行こうか。まあ、親衛隊はスパーキーに強いんでね。また、ホバもちょっと嫌じゃしそう。さあ、これで無効化してもらって、トルネがない限りは突破されない。いや、いいね。で、レスピでワンクッション置いて、あ、めっちゃいいじゃん。これで相手がもう一枚コスト使ってくるので、逆サイロイフグ刺さるよねーつって、コウモリか。で、最後ここはあの2倍タイムになってくれるんで、やなあめで粘りです。 OK、 いいね。基本的にスパーキーに対しては、まあ逆ロイフグ1回挟んでもいいけど、挟まずのケツ遅めユニットでもあり。ゴルナイ、ホバ、ザッピー、エレスピタル。ゴルナイ、ホバ、ザッピー、エレスピタルみたいなのを無限に繰り返すのが理想かな。よいしょ、これ一旦ゴルナイで、なんでやねん。なんでやねん。まあでもこれあれか。親衛隊でもいいですね。最悪。まあでもスケキンいるからあんまり出したくないみたいな。
ところもあるが、いやめっちゃ硬えな。めっちゃ硬えな。しかも殴れるんじゃね。いい、来た。あ、これは絶対行くべき。でコウモリスケキンからのガゴムリか。いや突破できそう。いやマジである。来た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 。フィーバーフィーバーフィーバー。フルカウンター。相手が800を警戒したんだね。そっちなんか攻めねえよ、おりゃーとか言って逆サイ攻めてるといい感じにねなります。いや、ヤタルエリスピー個人的には好きですけどね、ヤナアメ好きな僕にはね刺さりますね。ミルク 80% なんかアキラ 100% みたいな。ケツ出してんのか、よろしく。なんか大事なのは支援隊はあんま出さないことかな。うん、まあ相手によって出せばいいんですけど、やっぱこういうデッキの強みって親衛隊出さずにもカードが回ることなんですよね。うんうん、届かないね。だからホバザッピーゴルナイタルエレスピ、ホバザッピーゴルナイタルエレスピにロイホグを入れるのか親衛隊を混ぜるのかっていう、まあどっちか刺さりそうな方出せばいいんですけど。うーん、ミルク 80% か。一回やなめで何が来るかな。何も来ない。タルババで待ちってことはもうゴレチンじゃない。ドゥーン。おお、タルババスケドラーって珍しいんですけどね。なんだろうね。一回走ってこい。いやマジで、あ、エリポンゴーレム、皆さんこんにちはです。さあエリポンゴレですね。エリポンゴレ結構渋いです。ライドラとダークプリカランバーかなんかいます。近起動したいと思うんでさせないように結構ぶっぱしてます。いやめっちゃ入ってんなホバリング。お前そんな優秀なカードだったっけ。やばくない今の、今のやばいよね。そんなにっていうぐらい入ってたな。まあでもね、近起動したい心と近起動できる余裕がない心とね複雑だったでしょう。さ、暇です。いやこれでもマジで負ける、負け筋持ってます僕。いやケツこれ絶対来るんでね、もうこれはねダメージ稼ぐしかないです今。いや行き過ぎ行き過ぎ。ゴルナイ今どこまで行ったんお前。うん、いやこれはもう左が守れないのでこんな感じでねキング狙っていきます。よいしょ。キング狙いつつちょっとだけ守っちゃう。いやなめ、ミリ残りがちょっと邪魔してるっすね。11にしちゃえばこっちはあと1400で、まあ相手のサイドによるか、ユニットから来るか。さあスケドラはね意外と HP が脆いので、あの矢の雨を2周回すっていうプランもありですね。まあザッピでもいいか。やばい、うん、いやしっかり後ろからユニット貯めて思ったより守れてるっすね。まあでもこれでいくとまたカウント開けちゃうんで、これでもう一回後ろですね。いやこれをね繰り返すのが結構大事だったりしますよね。でこれ相手がランバーとか裂いた、ここチャンスですね。今ランバー裂いてんすよ、オッピーしてあげて。だからチャンスが来るまでは無理に攻めず守る。チャンスが来た時に、カウンターです。いけ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 。ゴルナイ、走りたそうな顔してんな。いいよ、好きにしてこい。いいね。さあ、エリポンゴールドがね、まあ、どっからどう考えてもきついじゃんって話なんですけども、まあ、だからこその1-0、てか1-1、1-1交換してからの粘りかなっちゅうので、いいね。さあ、ということで、新一代ね、ロイフのゴルナイ型、まあ、間違いなく重量級とかきついと思うんですけども、まあ、実際これでね世界トップ行かれてる方がいるので、皆さんもぜひねこちら使ってみてください。よければチャンネル登録、高評価までお願いします。ではお疲れ様でした。またね。